ハーモン・クレイトン・キルブルージュニアは、アメリカ合衆国アイダホ州出身のプロ野球選手。キルブリューと表記される場合もある。キルブルーは1936年6月29日、アイダホ州、ペイエット軍ペイエット市に、保安官を務めるハーモン・キルブルーシニアの4、男として生まれた。父は、かつてのカレージフットボールの選手だったこともあり。 キルブルーのみならず、兄弟全員学生スポーツに親しんでいたという。キルブルー自身は10代の頃は、地元の農家で働きながら、地元、ペイエット高等学校に学び、高校時代は、アメリカンフットボール選手として活躍、ポジションは、クォーターバックだったという。卒業直前には、オレゴン大学から特待生のオファーを受けていたほどだが、これは、キルブルーが断っている。 その一方で、野球もプレーしており、地元のセミプロチームで1950年代にプレーしていたが、この時に打率、847という驚異的な成績を挙げたことで、評判になり、地元アイダホ州選出の上院議員ハーマンウェルカーは、信仰があるワシントンセネタースオーナー、クラーク・グリフィスにキルブルーの評判を話すと、グリフィスはすぐさま、スカウトを派遣。 そして1954年6月19日、キルブルーは5万ドルの破格の契約金でセネタースに入団することとなった。セネタースのユニフォーム当時のキルブルーキルブルーは当時、メジャーリーグにあったボーナスルールの適用を受けて、契約からわずか4日後、18歳の誕生日を6日後に、控えた6月23日にメジャーデビューを果たした。初日は、ダイソーでの出場だったという。 その後8月23日の対、フィラデルフィアアスレチックス戦、ダブルヘッダー第2試合にて初安打、初本塁打は、翌1955年6月24日に、デトロイトタイガース戦でだった。しかしながら、ボーナスルール適用の2シーズン、キルブルーは93打数34三振、打率、215、4本塁打と力不足は否めず、 三塁の守備においても不安を残したという、ボーナスルールの適用が終わった1956年より、キルブルーはセネタース参加のマイナーチームから指導することとなる。1956年は5月の時点でセネタースに昇格するが打率115と結果が残せず再びマイナーに降格。1957年と1958年シーズンのほとんどは、 マイナーチームで過ごし、怪我な補充要員として、セネタースに昇格することはあったが2年間で、トータル22試合しか出場していない。だが、マイナーで3年間確実に鍛えられたこともあり、迎えた1959年シーズン、セネタースの肖像類種だったエディ・オーストが、デトロイト・タイガースに移籍したこと、またカルビング・リフィスオーナーが、キルブルーを後釜に据えるべくバックアップしたことから、 キルブルーは、肖像類種としてプレーすることになった。これがそうしたのか、同年5月1日から5月17日にかけて、キルブルーは5回の複数本類打を放つほか、5月12日の試合では、初の1試合後打点をマークするという固め打ちをやり、前半戦終了の時点で28本類打を放った。同年のオールスターゲームにも初出場した。 後半戦も十四本塁打を放ち、終わってみれば四十二本塁打をマークし、キルブルーは自身初のアメリカンリーグ本塁打を受賞した。また、新人王候補にも投票されたという。1960年シーズンは怪我で出遅れたこともあり、復帰は五月になった。同年は百二十四試合出場で三十一本塁打を放ち、チームはリーグ二位だったが、このシーズンを最後に、 セネタースはミネソタ州に移転、チーム名もミネソタツインズに変わることが決まる。ツインズのユニフォーム姿のキルブルー1961年、新生、ツインズとしての初年度、キルブルーはチームキャプテンとして任命され、同年は打率、288、46本塁打、122打点を上げ、また、自己最多の7三塁打も打った。また、 同年7月4日に自身のキャリア唯一のランニングホームランを放ったが、これは新本拠地、メトロポリタンスタジアム初のランニングホームランだった。1962年、大体の筋肉を痛めたこともあり、このシーズンにより左翼手としてプレーすることになるが、同年は4月、6月は大スランプで打率、200を下回るほどだった。このため、このシーズンのみ、 MLB オールスターゲームに選出されなかったという。しかし、同年6月18日のクリーブランドインディアンス戦で満塁本塁打を打ったことから復調し、終わってみれば48本塁打、126打点を挙げ、2度目のアメリカンリーグ本塁打王と初のアメリカンリーグ打点王の2冠を獲得した。その一方で百七回敬遠も受け、前述のダイスランプのために、 打率は243と自己最低の記録となりリーグ最多の142三振を喫した。1963年シーズンは4月半ばに膝を故障し回復が遅れたことで1月近く戦線を離脱するが復帰後はチーム6連勝にも貢献する。9月21日のボストンレッドソックス戦では自身初の1試合3本塁打を放ちこのシーズンでは打率。 258、45本塁が96打点を挙げ、3度目のアメリカンリーグ本塁打王を獲得。シーズン後に4月に痛めた膝を手術した。1964年、キルブルーは膝の手術明けもあり、左翼から再び内野にコンバートされる。同年は打率。270、49本塁が111打点を挙げて2年連続。 4度目の本塁打王に輝く。1965年、キルブルーは、ホームのメトロポリタンスタジアムで行われた、同年のオールスターゲームに出場し、違う3ポジションで出場した初の選手となり、試合でも2ラン本塁打を放った。8月2日、ボルチモアオリオールズ戦で守備中に肘を脱臼し、9月半ばまで、戦線離脱してしまう。しかし、キルブルー離脱にかかわらず、 残ったチームメイトの奮闘もあって、後半戦28勝19敗を挙げてツインズはアメリカンリーグ優勝を果たした。このキルブルーの1965年レギュラーシーズンは、脱球による戦線離脱のため25本類が75打点にとどまった。そしてロサンゼルスドジャースが相手となった同年のワールドシリーズは、キルブルー唯一のワールドシリーズ出場となる。 第4戦で、キルブルーは、ドンド・ライス・デールから、ホームランを放つものの、3試合で完封負けもあって、シリーズはドジャースに敗れてしまった。1966年シーズンは打率、281、39本塁が、110打点と、リーグ最多の103敬遠だったが、MVP 投票では同年のワールドシリーズを制した、ボルチモア・オリオールズのフランク・ロビンソン。 ブルックス・ロビンソン、ブーグ・パウエルに次ぐ4位の投票数だった。現在もモール・オブ・アメリカの壁にくくりつけられている、キル・ブルーの最長本塁打地点の赤い椅子線1967年6月3日、タイエンゼルス戦にて、キル・ブルーが、ルーバーデッドから放った、ホームランは、本塁より520フィートの観客席に届き、メトロポリタン・スタジアム最長のホームランとなる。 その落下地点になったスタンドの椅子は赤く塗られた。このシーズンでは、前年のリーグチャンピオンの勢いもあったのだが、結果は、ボストンレッドソックスが優勝、タイガースとに位体に終わる。また、キルブルーは打率、269、44本塁打、113打点をマークし、本塁打数で、カールやストレムスキーと並ぶ、アメリカンリーグ本塁打王を獲得した。 1968年、キルブルーは、故郷アイダホで、無関係な株の売買で勝手に自らの名前が、使われたために検察に出廷、承認を務めざるを得ない事態に見舞われ、このためにこのシーズンは打率、200前後に始まり、前半戦終了時は打率、204、13本塁打となる。加えて、同年のオールスターゲームでは、 ショートのジムフレゴ氏の早急が足に当たって、試合中に担架で運ばれ、しかもその怪我が現役続行に関わるほどの重傷だったため、9月に復帰は果たせたものの不本意な1年に終わる。同シーズンオフは7ヶ月間もリハビリに当て、1969年シーズンを迎える。同年7月5日のアスレチックス戦では、自身最多の1試合6打点をマークし、 さらに9月7日の同アスレチックス戦では3、ラン本塁打、満塁本塁打という離れ技で1試合7、打点という固め打ちもマークした。キルブルー自身も162試合フル出場を果たし、キャリアハイの49本塁打、140打点をマークし1962年以来の本塁打、打点の2冠王を獲得し、さらにはアメリカンリーグ MVP にも輝いた。加えて、 このシーズンは監督にビリー・マーチンが就任したこともあり、チームは西地区優勝を果たしている。1970年は41本塁が113打点を挙げ、MVP 投票でもチームメイトのトニー・オリバとブーグ、パウエルの2人に次ぐ3位につけていた。1971年、キルブルーの年俸が10万ドルとなり、セネタース・ツインズを通して、 史上初の10万ドルプレイヤーとなるが、この頃より衰えが見えるようになる。同年のオールスターゲームが自身最後の出場となり、オールスター明けの8月10日の試合で505本塁打を達成。シーズンでは打率254、28本塁打、119打点と3度目のアメリカンリーグ打点王となっている。1972年、打率231、 26本塁打74打点を記録するが、返球の遅れなどでチームメイトから衰えを不安視する声があった。翌1973年はシーズンオフに足を手術したが、同年6月25日の試合でスライディングした際に足を痛めたことで、同年は69試合出場、5本塁打にとどまる。1974年、 5月5日のタイガース戦で555本塁打を達成し、これを記念してツインズは8月にハーモンキルブルーデーを開催し、キルブルー引退後に自身の背番号3の永久欠番指定が確約される。このシーズンは打率222本塁打13本、54打点を挙げたが、同年12月、チームよりキルブルーにコーチ就任もしくは参加マイナーチームの 監督就任、あるいはチーム放出を通告されたが、キルブルーは、現役続行を選び、ツインズを退団した。1975年1月24日、ツインズ退団後、キルブルーは1年契約で、カンザスシティロイヤルズと契約。5月4日上、ツインズ戦にて、キルブルーが、ツインズ在籍時につけていた背番号、3が、確約通りチーム初の永久欠番に指定される。 ことが表明され、キルブルーもこれに応えてその試合で本塁打を打っている。このシーズンは106試合出場で打率、199だったが、14本塁打、44打点を挙げた。同シーズン終了後に、ロイヤルズはキルブルーに戦力外通告し、翌1976年3月、キルブルーは現役引退を表明した。引退時、 通算573本類だわ、引退当時は、ハンク・アーロン、ベイブ・ルース、ウィリー・メイズ、フランク・ロビンソンに次ぐメジャー歴代5位。アメリカンリーグのみのキャリア選手においては、引退当時ベイブ・ルースに次ぐ堂々たる記録であった。キル・ブルーのツインズ在籍時の背番号、3。ミネソタ・ツインズの永久欠番に1975年、指定。2007年引退後は、 ツインズの専属解説者として活動。アメリカ野球伝道には1981年が資格書年度だったが、通算打率256、通算三振数も1699という点で、資格書年度での伝道入りは果たせなかったが、3年後の1984年に伝道入りを果たした。また、解説者活動と並行して、起業家として保険、自動車販売、 ファイナンシャルプランナーとしても成功している。1998年に健康管理事善団体、ハーモンキルブルー財団を設立するとともに、解説者、これまでの事業を代任して、アリゾナ州、スコッツデールに移住、現地にて活動していた。2011年5月17日、食道癌のため、アリゾナ州スコッツデールの自宅で死去。十四歳没。ありがとうございます。